予約して1年半、アメリカからの宅配便、あんま尻尾を洗う。今日のあんまんちゃんでございます。今日、あんまんちゃんは、尻尾がね、ちょっと毛が薄くなってきたので、ちょっとね、洗うようにしてます。お腹もね、毛が薄くなってきたときにね、清潔にしたら、やっぱり、毛がね、生えてきたんで、尻尾もね、ちょっと同じように、洗ってはいるんですけどね。でも、お風呂に入れてたのが月に1回ぐらいだったんですよね。あまり入れたらダメっていう話だったので。だけどね、今はね、ちょっと、ちゃんとね、綺麗に、3日に1遍ぐらい洗っております。それでは、本編スタートです。どうも、プニでございます。お元気ですか、皆さん。今日はですね、こちらでございますよ、こちら。アメリカから荷物が届きました。いやー、こちら多分ね、多分ですけど、あれだと思ってるんですよね。どうなのかな?違うかもしれないけど。でもね、身に覚えがあるのは、あれしかないんですよ。なので、ちょっとね、楽しみなんですよね。こちら、どうなのかな?よいしょ。どうかな?いいかな?違うかな?なんだ、リンゴでも出てきそうだぞ。ん?あ、やっぱりそうだ。予約してね、1年半。もうすっかり諦めかけていた商品が無事届きました。いやー、これさ、購入した時さ、マイページとかないんですよ。だから発送状況とかね、全然わかんなくて、住所を間違えてたら終わってるだなと思って。お金は先に引き落とされたんでね。なので、すごいね、もう諦めかけてたんですよね。正直。多分それだと思います。ポケットって書いてあるんでね。いや、これすげえな。やっと来た。すごい高級な箱に入ってる。なんか iPhone 開けてる感じ。これはね、どうしても欲しくて、ちょっとね、無理して買ったんですよね。買ったっていうか予約してたんですよね。こっちがね、ドックって書いてるんで、ドックなんでしょうけど、あ、すごい重いえ、すごいなあ。やっぱり倒れないように重いのかな。ちょっと重さ測ってみるか。こちらが、221g。結構あるな。ちょっとね、ずっしりしてる感じがします。で、これがなんだ?これは、HDMI のケーブルですね。このドックでね、ディスプレイに表示することができるんですよ。あ、これは?あ、タイプ C の充電ケーブルかな?で、これが、あれですね、USB アダプター。一応、日本対応になってるね。いや、この穴開いてるしね。おー、いいね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。高級感がある。いや、このドックさ、買う必要あったかなって、ちょっと後から思ったんだよね。まあ、一応ね、ネタ的には、ちょっとドックはね、あった方がいいかなと。
まあ画面出せるしね。キャプチャーできるし。あ、でかいな。思ったよりでかい。あ、こんなにでかいの？こちら、アナログポケットでございます。これね、ゲームボーイのソフトが刺さるんですよ。ちなみに15センチだな。15センチある。いいですね。これはなんだ？お守りかな？どっから開けんだ？あ、こっちだ。なんだろう。大入り袋かな。シールが入ってる。へぇー、これどっかに貼るのかな？あ、かっこいいっすね。この、なんて言うんだろう、ロゴがかっこいいよね。よいしょ。なんかね、これすんげー硬くて、手が震える。すんごい力入れないとね、開かないから。え、すごいなぁ。これね、ずっしりしてる。で、これがなんだろう。ちなみに重さが？あ、279g もある。これはタイプ C のケーブルですね。なるほど。へぇー。そうですね。なるほど。なるほどしか言えないけど。え、電源入れてみようか。これですよ。最新のゲームボーイ。あ、すごい。ちゃんとあの、なんだろう。対戦のケーブルさせるようになってる。ここあれだよね。メモリーカード挿すんだよね。ちょっとね、使ってないメモリーカード一応挿しとこう。64GB のやつ。ここにね、ゲーム入れればね、確か起動するんだと思うんだよね。まあ、いわゆるエミュレーター機なんですけど、まあ、あの、有名なところのね、エミュレーター機です。あ、ここにシール貼るのか。ここにね。さっきの。ここに貼るんだ、きっと。へぇー。ゲームボーイのソフトがね、挿して遊べるっていう、そういうね、機械なんですよ。クラウドファンディングかなんかだったのかな、最初。すげえ、なんて書いてあるかわかんねえ。まあ、ヘルプですね。まあ、当然ね、英語版なんですよね。まあ、これがあれかな、同意書的な感じみたい。バージョンが 1.5 ですね、BIOS バージョン。まあ、これをなんかバージョンアップできるみたいなんで、バージョンアップするとなんかいろいろできていくようになるみたい。最新バージョンがいくつかわかんないんだけどね。まあ、ちょっとね、やっていこうかな。バージョンアップはね。で、ソフトはね、こんな感じで入れるんですけど。で、どうやって起動するんだろう。これでいいのかな？ちょっと起動までに時間かかる？これでいいのか？あ、起動した。おー！あ、すごい。あー、ゲームボーイみたいな画面になるね。一応、カラーとアドバンスも動くのか。で、ゲームキューブ、違う、ゲームギアか。ゲームギアも動くみたいですね。で、なんかいろいろやると、スーパーファミコンとか、そういうのもね、動くようになるみたいです。まあ、ソフトはね、あの、自分の持っているソフトをね、なんか吸い出す必要はあるみたいですけど。
まあ、こうやってゲームボーイがね、遊べるだけで、結構ね、私は満足でございます。いや、でもすごいなぁ。あ、でもこれをなぁ、持ち歩くっていうのはなぁ、ちょっともったいない気がするなぁ。ねえ、結構するのよこれ値段。ちなみにね、今だと219ドルかな。まあ結構するよね。まあなのでね、まあ為替も上がってるしさ、まあちょっと高いっちゃ高くなっちゃったよね。で、私が買ったときは、まあ、為替が少し低かったから、まだマシだったかな。まあ、いいね。なんかよくわかんないけど、どうやって遊んだらいいか、よくわからんけど。ちなみにね、音はね、ちょっと出してみるね。いい音してる。まあ、普通に遊びやすいというか、ボタンもね、すごく押しやすいかな。いや、まあよくできてるな。まあゲームの腕は上がらないけど。画面がでかいからね、そういった意味だとね、ちょっと、見にくいかな。逆にね、でかすぎて。まあ、ゲームウォッチの画面はちっちゃいからさ、まあ、全体像が見えるんだけど、これだとちょっと画面がでかいかな。いや、でも、すげえいいっすけどね。ものはいいっす。あとは慣れの問題です。液晶も綺麗だし、大きいのは、全然、今だけやりにくいと思ってるだけで。まあ、文字は見やすくなるしね、大きい方が。なるほどね。爆弾はね、こうやって落とすんですよね。よいしょ。音もね、なんて言うんだろう、こう、昔のゲームボーイの音を、こうなんか、無理に高級感を出してないっていうかさ、そんな感じがいいですね。いいですね。これで裏でゲーム動いてんのね。どうやってゲーム終了するのか、全然わかってないけどさ。一応メニューはね、こんな感じで、いろいろあるみたいですね。まあ、ちょっとね、もうちょっと使い方が分かったら、詳しくレビューできると思うんですけど。で、ちょっとカラーもね、ちょっと発音がおかしかったけど、カラーもね、やってみましょう。これでどうなんだろう。あ、むっちゃ綺麗。あ、こんなに綺麗なんだ。あー、これはすごいなまあ、これを安いと見るか高いと見るかなんだけど、
まあ、ゲームボーイだけが動くってなっちゃうと高いかもしれないけど、あのアダプターを買うと、なんて言うんだろう、いろんなゲームがね今後できるようになるんですよね。うん、ワンダースワンも対応するみたいな話もあったからな。まあまだ分からんけどね。まあでも、その吸い出した、まあソフトを入れてやれば、まあ今でもできるんでしょうけど、まあ吸い出すためのね、ダンパーを買ったりとかが大変だから、まあ実際のソフト挿して遊べる方が、まあ、気軽でいいよね。まあいろんなソフトをさ、入れて持ち運べるっていうメリットはね、あるかもしれないけど。でもやっぱりさ、ハードオフで買ったゲームとかをさ、なんかその場で遊びたいじゃないですか、車の中とかでさ。そう考えたら、やっぱりアダプター欲しいよね。これ保護ガラス買おう。売ってんのかな。ちょっとね、大事に使っていきたいんで。ちょっとね、自分で買ったエミュレーター機の中では一番高いものです。世界的に有名なね。あ、これ端子すご。これコントローラーもさせんのかな？あ、どうだったっけな？なんかさせるような話あった気がすんな。すげえ。そしたら、あの、レトロフリークみたいな使い方が、多分ね、できるんだと思うんだよね。いや、嬉しいな。で、ネジはね、まあ、トルクスのネジかな。まあ、ちょっと分解してみたいんだけど、ネジ穴がね、塗装されてて、多分ドライバー使ったら剥げるようになってんだよね。だからね、まあ、封印シールと一緒で、そんな感じになってると思う。ゲームボーイカラーと比べると大きさが全然違うし、液晶も大きいよね。で、大きさ的にはね、これ、初代ゲームボーイと同じ大きさだね。厚みは全然違うけど。あと裏に LR のボタンがあるんで、アドバンスのゲームをできる感じですね。というわけで、アナログポケットが来たよというご報告でした。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。それではね、これでね、いろいろ遊んでいきたいと思います。しっぽりね。またね。